時刻は3時を回りました。3時といえば、マンチタイム。ううマンチとは英語で、ムシャムシャとか、もぐもぐといった意味があります。なので、マンチタイムは、ムシャムシャ、もぐもぐタイム。ちょっと小腹が空いてきたので、何か食べようかな。今日のおやつは、これビーフィーレモン 甘い空気を抱き込んだパリッとサクサクな食感が癖になるパイ菓子森永製菓のリーフィーこの時期だけの夏らしい爽やかな味わいとしてリーフィーレモンが発売されています昨年の夏に初めて発売されたフレーバーですが大好評だったことから今年も期間限定品として登場 コーティング部分には地域の特色が活かされた国産食材を積極的に活用したいという考えから瀬戸内産レモン果汁パウダーを使用し爽やかな甘さと酸味が味わえるとのことですでは今日のおやつ森永製菓のリーフィーレモンいただきまーすもう夏って感じですね黄色私大好き元気が出る色ですねではいただきましょう やっぱ今ね、レモンシーズンが来ておりますよお,お、おー、開けやすいグッドポイントですでは、さらに開けるとおおあ、2枚入ってるんですね見た目はあ、これこそテカテカしてる <laughs> で、こっち、あの表面が真っ白ですねこれが多分レモンのクリームがかかっておりますいただきます おお、すごい音うーんカリパリカリパリ食感ですね。美 <laughs> 味おいしいあの、なんだろうな。口に入れた瞬間に、まずは、酸っぱいみたいなのが来るんですけど、なんか、さーってその、酸っぱさがどっかいっちゃいますね。なんでだろう わかんないですなんでだろうなんかちょっと出てスッて引くみたいなね品のある瀬戸内レモンですね。<laughs> うーんあっあっいっぱいこぼれるか。<laughs> すごいこぼれるあの車の中とかで食べない方がいいかもしれないです。あの 親に怒られるやつですこれは <laughs> 注意してくださいでもすごいもうパリカリ食感が絶妙です美味しかったですマンチタイム今日は森永製菓のリーフィーレモンいただきましたまたこの動画は ZIPFM の YouTube チャンネルにアップしますのでぜひご覧ください